娘の命を奪い、闇に消えた誘拐犯を追うべく、父親は一人、ある行動を起こす。頼るのは、耳が記憶している脅迫電話の声のみ。父はしかし言う。同じ声を聞けばわかる。横山秀夫さんの小説、六四である。言葉に嘘はあっても、 声までは偽れないこれはあなたの声でしょうと突きつけられれば観念するほかない普段の総務省幹部もあっけなく落ちたらしい放送関連会社に勤める菅首相の長男だから接待を受けていた問題であるその席で総務省と利害の関わる衛星放送の話はしなかったと幹部は説明してきたが 週刊文春が音声データを暴露し、追い詰められた。それは確かに私の声だが、そういう会話は記憶にない。我ながら苦しい言い逃れだと、そのエリート官僚も分かっていたに違いない。一夜明けて、いかにもしぶしぶと、発言はあったのだろうと認めた。 嘘はこれ一つでござります。という人の話は嘘か本当か。ここぞのところで記憶をなくす政治家に完了。毎度のことながらよく言う。当座をしのげばそのうち世間も忘れると思っているのだろう。まさか。国民の記憶力をなめてはいけない。誰がどんな嘘を言ったのか。 耳は忘れない。絶対忘れまい。